こんにちは、はるです。はい、今回は大人女子のための簡単ツヤ肌メイクを紹介していきたいと思います。最近ね、普段家にいてメイクもしないよって方が多いと思うんですけど、やっぱ紫外線ケアとかはちゃんとした方がいいんですよね。でもね、お化粧とかベースメイク全部一からやるのってちょっとめんどくさいし、なんでそんな気合い入れてんのって思っちゃうかもしれないので、今回は簡単にできるツヤ肌メイクのアイテムを紹介したいと思います。それがこちらです。以前動画で紹介したプラセンティストのクッションファンデを出している銀座ステファニーさんの化粧品です。まあ、前回もね、好評だったし、私自身実際に使ってみて納得したので今回紹介したいと思います。このクッションファンデーションで簡単にベースメイクを完了させていくんですが、こちらの商品が素肌美アルーチェクッションファンデーションです。今回私は01番色はナチュラルベージュを使っていきます。私も前メイク動画でお話ししたと思うんですけど、時間がない時とか、あとちょっと近所にお出かけするけどすっぴんはなって時とかは、クッションファンデーションでパパッと簡単にメイクを終わらせてしまいます。まあ、それでは早速こちらのクッションファンデーションを使ってベースメイクを完了させていきたいと思います。この目の下のシミになりやすい部分とかはポンポンと重ね付けをしていってください。これ1本でコンシーラーの役割もしてくれるし、リキッドファンデーション並みにカバー力が高いので、これ1本でカバーできちゃいます。この目の下もコンシーラーの代わりにクマを隠していきます。はい、これでもうベースメイクが完了です。ちゃんとカバーできてますよね。本当にポンポンしただけですごいツヤツヤな感じになっています。で、私は前から言ってる通りすごい乾燥肌なので、結構保湿系が強いやつじゃないとね、ちゃんとファンデーションが乗らなかったりするんですけど、これは美容液成分が 70% も配合されているので、かなり保湿力が高いクッションファンデになっています。もちろんこのクッションファンデ1個で UV ケア効果もあるし、でベースメイク下地効果もあるし、あとここのくすみとかをなくすコンシーラーの効果もありますね。で、肌を滑らかに見せてくれるハイライト効果というものもあるそうです。本当に滑らかにツヤツヤに見えてますよね。今これ1個塗っただけだよ。このクッションファンデの中に一緒に入っているパフもクッションファンデ用に開発されたちょっと特殊なものでね、この質感とかが違うんですよ。はい、というわけでクッションファンデ1個でベースメイクがもう完了したので、ポイントメイクを仕上げていきたいと思います。はい、ポイントメイクが完了して、お次はチークなんですけど、皆さんこちらのクッションファンデーションと同じ成分で作られたクッションチークというものがあるんですよ。クリームチークは聞いたことある方が多いと思うんですけど、クッションチークってなかなか聞いたことない方が多いと思います。これもね、美容液成分がかなり含まれていてツヤ肌になるので、大人女子におすすめです。それでは早速塗っていきたいと思います。はい、こんな感じでクッションチークも塗り終わりました。で、これが一色展開なんですけど、まあ万人に合う肌なじみがいい感じの色なのではないかなと思います。で、クッションファンデでツヤ肌をせっかく作っていったんで、その上からまあパウダーとかのチークのせるより、こういうクッションチークでツヤ肌を維持したメイクに仕上げたいと思って今回使ってみたんですけど、いかがでしょうか。クッションファンデーションと同じ成分だから保湿力もかなり高いです。ツヤツヤ。クッションファンデーションでベースメイクパッパッと終わらせて、で、まあポイントメイク自分が好きなくらいやって、クッションチークポンポンと乗せて、ちょっと近所とか出歩くぐらい簡単なメイクだったらもうこれでバッチリですよね。そして仕上げはルージュですね。今何も塗ってない状態なんですけど、こちらに同じメーカーから出ている素肌美ルージュというのを乗せていきたいと思います。これね、ペンタイプなんですよ。ポーチに入れやすくていいですよね。早速塗っていきたいと思います。上をカチッとボールペンみたいに押すと、筆の先からルージュが出てきます。それでは塗りたいと思います。
あ、すごいツヤツヤ。ツヤツヤ感がすごいな。塗ってみました。すごいね、柔らかくて伸びもいいしツヤツヤ。これルージュだけどもうほぼリップグロス塗ったみたいな、すっごいツヤがあって保湿感もすごいですね。でこれも保湿成分がクッションファンデーションと同じように含まれているからしっとりしてガサつかなくてね、いいですね。で皆さんこれ知ってますか？なんか一説によると女性は一生のうちに7本分のリップスティックを食べているというそうなんですよ。別になんかむしゃむしゃリップスティックを食べてるってわけじゃなくて、こうやって唇に塗って、まあ、おしゃべりしたり飲み物飲んだり食べ物食べたりしてるうちに自然と口の中にそのリップの成分が入っていくじゃないですか。それを一生で合計すると7本分のリップスティックを食べているということになるそうです。ちょっとこの話聞いたら怖いですよね。だからリップも成分にはこだわってるものを使いたいですね。今皆さん自分で使ってるリップの成分とか分かりますか？無添加かなとかそういうの気にして買ったことありますでしょうか？このリップは無添加処方なので合成着色料とかパラベンとかが含まれてないんですよ。色合いとか使った感じが優秀なだけじゃなくて無添加なのも嬉しいポイントなので皆さんにおすすめできます。すっごいツヤツヤ、すごい綺麗じゃない？この色もいいよね。こんな感じで今回ベースメイクとポイントメイクを簡単に終わらせてみたんですけど、いかがだったでしょうか？でも室内にいても窓からの紫外線って入ってくるし、あとちょっと荷物とか届いた時に玄関で出る時にすっぴんだとちょっと恥ずかしいよってこともあるじゃないですか。そういう時はこの美容液が含まれているクッションファンデーションで簡単にねお肌の保護をして、乾燥からも肌を守って、紫外線からも肌を守って、でちょっとお出かけする時とかはね簡単にメイクが完了するからとってもいいんじゃないでしょうか。で今の時期ってマスクをして出かけることがほとんどだと思うんですけど、私の場合はよれ防止のフィクサースプレーを全体にスプレーして、でそれが乾いた後にパウダーでちょっと抑えて、その上からマスクをつけています。そうすればね大体の場合はマスクにそんなにつかないし大丈夫だと思います。でこういうツヤ肌になるタイプのクッションファンデーションは崩れが気になるよって方が多いと思うんですけど、それは結構一度で塗りすぎっていう場合が多くて、そういう時は少ない量をポンポンと軽く重ねていく感じで塗った方がいいですね。一度でべったり塗ると崩れやすくなっちゃうしちょっと厚塗り感も出ちゃうので軽くポンポンと重ねていくのが一番です。でその後まあ軽くパウダーとかねで抑えてあげるのがいいんですけど、まあ、せっかくこれはツヤ感があるクッションファンデーションだからそんなにのせすぎないのがいいかもしれないです。私のおすすめとしては本当にちょっと崩れやすい部分だけ軽く柔らかいパフとか柔らかいブラシでささっとのせていくぐらいがいいんじゃないかなと思います。で今ねメイクもおしゃれも全然してないよって方が結構多いと思うんですよ。出かける用事とかなくなっちゃったみたいな方が多いと思うんですけど、やっぱメイクすることで肌の保護もできるし気分とかモチベーションアップにもつながるから、こうやってねちょっとメイクとかして気分を上げたりするのもいいんじゃないかなと思っております。でそういう意味でも日常使いで簡単にパパパッと使える手間がかからない商品なのでクッションファンデーションねとってもおすすめです。はい、というわけでですね、今回は大人女子のための簡単ツヤ肌メイクを紹介しました。今回紹介した銀座ステファニーさんのクッションファンデーションはねお値段も1980円とデイリー使いにとってもぴったりなのでぜひチェックしてみてください。概要欄にねホームページ書いておくのでよかったらそちらから商品など詳細が載ってるのでよかったら見てみてください。はい、というわけでこの動画が参考になったよという方はいいねやチャンネル登録もよろしくお願いします。よかったらねインスタのフォローなどもよろしくお願いします。それでは今日はこんな感じです。バイバーイ。